しい企画が始まると新規の方が増えるが、動画のパートを重ねることに徐々にその方々もいなくなり、最終的には全く新規がいなくなるチャンネルは過去でしょうか。正解、やめろお団子。クリロナ、先般かと思いきやちゃんと自分で取り返した、さすがだな。いや本当ですよ、どっかの誰かとは全然違う。最近仕事がクソ忙しい、帰ってきて疲れ切って何もやる気が起きないにもかかわらず、猫ニャンさんの動画だけは見てしまう、ニラ認定ですか。疲労回復にご協力ありがとうございます。いや絶対に私の動画なんか見ずにすぐ寝た方がいいんでしょうけれども、ありがとうございます。忙しいってね、いいことですよ。ちょっとその後に続く言葉は思い浮かばないですけど。コメント読んでほしいからチャンネル登録をとうとうしてしまいました。井上の顔が頭から離れません。どうしてくれます？チャンネル登録解除した方がコメントはこう採用される可能性高くなりますからね。じゃないんだよな、もうやめろよ。本当にチャンネル登録解除しましたわ。初見です。初めてにしてはインパクトやばすぎたけど面白かったのでチャンネル登録しました。絶対に初見じゃないんです。このチャンネルで初見ですは初見じゃないんです。エリック・ボゴシアンにしか見えないんだよな。エリック・ボゴシアン、エリック・ボゴシアン、エリック・ボゴいつも吹っ飛ばされているので、スキルはマリシア取得してはどうでしょうか。ファールをもらってチームの役に立てるかもしれませんよ。すば、こういうことですよ。私へのアドバイスって、日焼けして剥けた皮を猫ニャンさんに送るから食べなよ。こういうことです。これが世の中に存在する誹謗中傷の最たる例。もっと頑張れ。はい、頑張ります。井上真也、チャンピオンズリーグノックアウトステージに出る。悲しくておさらいさせていただきます。本日はこちらの企画でございます。何気私はこの企画が好きです。グループステージはですね、突破しましたね。はい、1位でモナコ、ユナイテッド、ローマ、レバークーゼン、マドリー、インテル、チェルシー、マルセイユ、ベントス、サンテティエンヌ、バイエルン、バルセロナ、ユナイテッド、シティ、オリンピアコス、パリー、サンジェルマン、ナポリ。ほいで決勝トーナメント、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントはユナイテッド、バイエルン、レバークーゼン、チェルシー、インテル、PSG、マルセイユ、ローマ、サンテティエンヌ、レアル、バルセロナ、シティ、オリンピアコス、ユベントス、ナポリ、モナコ。これです。で、マリーシアのね、トレーニング、本当アドバイスありがとうございます。ただ、今ですね、アクロバティックシュートが、習熟度 20% で、これが終わったら、チームのために、俺は、チームのために、マリーシアに俺はなる。能力は76です。はい。ただ特殊能力はすごいです。無回転シュート、コントロールカーブ、ルーレット、シザーズ、ワンタッチシュート、インテリジェントタッチ、バックスピンロブ。ルーレットとかやったことありますか？あなたは。ないですよね。日程進行させていただきます。リーグ戦のね、優勝もかかって、バルサにちょっと抜かれている状況ですけれども、勝ちなさいよ！あ、いや、まだ知られてなかった。ビジャリアルは9位だ、勝ち。オッケー、オッケー。あとはバルセロナが。どうなっているか。今世間はねバルセロナのニュースで引っ張り、あ、強い。うん、勝ち点1差。まあまだ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 。プロボールオブザイヤーインエイディユ。絶対に発音間違ってます。ポランスキー。次もリーグ戦かな。はいはい、ヘタフェ戦。サーリーメンバー。あれ？求めすぎてない？井上に全てを。委ねてません？井上に全てを。あれ？バルセイロナは？マケティ来たか？時代が私に追いついてきた。時代が私に追いついてきたってもう30超えて言うセリフじゃないですけどね。ここでいきなりサンテティエンヌ移籍とかはしない。オファー来てんな。いきませんけれどもね。年俸はちょっと完全に高い今より。オファー来てます。退団した選手がいる？新鮮、誰だ？楽しみ丸ですね、それは。すごくオファー来てる。オファーはみんな、なんでこれみんな一緒の金額、これもう相談してからオファーしてきてない？こいつはこの金額で全員で行こうっていう相談されて、談合してますよね、これ絶対。対談した選手。井上じゃねえよ。調べると移籍？なんで？半年しかいなかったじゃん。ブリュアン。世界最優秀選手。年間最優秀選手。え、もしかしてだけど、ないないない、イブラヒモビッチでした。ベンチ登録、あ、オッケー、まあ、イブラさんも私のおかげでまあ取ったみたいなところもありますけれどもね。
あんま言うこと言うのやめよう。バルサ引き分けてる。これは優勝にまっしぐらじゃん。まっしぐらじゃん。クラシコスターリーメンバー、ちょっとメンバーだけ見るか。ブリュワンっていうのは誰なの。 92?92? え、ちょっと調べていいですか。ブランです。そりゃ強えわ。そりゃ強えわ。ネイマール、サンチェス、メッシ、イニエスタ、シャビ、ブスケツ、アドリアーノ、ピーケ、プジョル、ソング。勝って、これは優勝だ。受け負い人が、受け負い人どころの騒ぎじゃなくなってる。マジ本当にもう確定人です。は、アトレチコか。いやもうだってバルサ負けまくってるもん。どうしたの急に。え、ビルバオが2位、マラガ戦はベンチ外。やっぱり大事な試合、まあ、マラガとの試合ももちろん大事なんですけど、大事な試合はスタメンですか。求めすぎてない。そんな毎晩毎晩求められてもこっち体力持ちませんけどね。悲しくて。オッケーオッケーオッケー。完全に CL 優勝確定人。本当にマジですごい。使い方を分かってる。あ、エスパニョールはスタメンなんですね。負けていい、負けていい。まあまあ勝ち点差はもうずっこしばっこしですけど、 CL までむちゃくちゃ時間空くな。国王杯勝ってます。はいはいはい。これもう3冠取っちゃおう今年は。マジで3の冠いいよ。使い方間違ってないから。ただエスパニョール戦で全然活躍できなくて干されてるっていう可能性も捨てきれません。むしろそっちの方が高いんじゃないか確率。そんな気がして不安になってきた。俺はチャンピオンズリーグ、チャンピオンズリーグ優勝確定人だ。そんなことはない。マラガとの準決、ソシエダとバルサ。いや次がチャンピオンズリーグ。干されてません。もう1ヶ月以上熟成、あ引き分けだ。1ヶ月以上熟成されて、されちゃってますけれどもね。食べ頃ですけど、そろそろ。悲しくて。あ、CL ね、CL 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 ね。はい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 。来たよ。サンテティエンヌ戦。ここでスタメンかどうか。そりゃそうでしょうよ。受け負い人改め確定人なんだから。10番だしね。今日もど真ん中で、ど真ん中の威張りチラシを見せます、皆様に。井上出てこないかな。井上出てきて。右、井上の顔を見て試合に行きたい。井上出てきて。井上出てきて。コエントラン。運命の一戦。サンテティエンヌ vs レアル・マドリー。たちを差し置く、優勝することができるのか。The best time, the best time. ウェファーチャンピオンズリーグアンス。Let's grand destroy please the champion, the master. The best time.Let's crown the sacred beast, the champion. 今回はテノールバージョンでお送りしました。先制点ぶち込まれたらちょっとピンチ丸だからね。そこだけ、そこだけ行こう。守備の才能を開花させた男。だ、オッケー、スーパークリアリングモンスター。これはもう守備放棄して前行きます。なぜならこのコーナーのカウンターむちゃくちゃ強いから。直接キーパーすぐ蹴るでしょ、カシアス。そういう感じ。よし、ベンゼマ、うまい。ベンデミー、ベンデミー、ベンデミー。まずベンデミーって誰。攻めるよ、ベイルゴーゴーゴー、ベイルゴーゴー、ベイルゴーゴー、ベイルゴーゴーゴー。うますぎ井上。ロナウディどうする。完璧。これです、ベンデミー。これ井上のおかげと言っても過言ではないっていうことは皆さんちゃんと目に焼き付けておいてください。ここのスルーパス、この奇跡のまぐれスルーパス。ちょっと気になったのがゴール決めた瞬間にベンデミーさんの顔面とんでもなかったんですけど大丈夫でしょうか。え、ちょっと
靴がピンコみたいになってます。靴がピンコみたいに笑ってる。それ見て靴のピンコみたいの見て笑ってんだけど。よし、オッケー、仕事終了。見せますよ私。ほらほらほら、見た今井上のこれ、スーパースーパースミス。ベンゼマ、井上、ベンゼマに預けてもう一回もらうで打つ。打てねえけど、オッケー、アシスティよしよし、レドンドレドンド。ちょっと空気、仲間に入れてないキョロ獣感が出てます。これアシストでしょどう考えても。まずベンデミーに出します。でベンデミーから折り返しもらいます。これアシストでしょ絶対。当たってますよね二の目に最後。そういうのもこだわって数字残していきたいから俺は。はい、うまい、最高のボールを上げてしまった。いいパスですね。ここはディフェンスです。これ打てるやつだ。どういった攻めを見せるのか。アウェーゴール2点取ってるんで、なんで取れないの。もう安泰っちゃ安泰な感じがしますけどね。でもサンテティエンヌももちろん強いですけど、こうグループリーグで戦って、どうだ、前に繋いでいきます。さあカウンター、ベンゼマ来た。時代が、駆け上がりモンスターいます。ここに駆け上がりモンスターください。なぜ井上を中心に中盤の鍵をかけるレアルマドリー。どうだ、折り返、折り、まあ、レアルマドリーは全スローイン、これはオフサイド。何もかもが間違ってます。喋ってることの全てが間違い。前半終了の笛、5分を終えました。まあいいんですよ。ちょっとあ、レアルは支配されてるけどね。ちょっと見ていいですか、どちらのチームなのか。アシスト誰かっていうのを。はい、井上慎也来ました。これです、これが我々の我々です。井上縦当てます。 CR7、 はいはい、来た、キジョン、これアムマ、ナイスカッツエビス。ボールを奪います。縦にボールを送ります。いや、真ん中走ります。はい、見事なパス、これくそーこぼれ球スペシャリストのミドルシュートの押し、あれ、もうもしかしたら井上はこれラストプレーの可能性あります。この60分、ナイディ、うわ、どっち行ける、え、オッケー、なるほど、プレーが切れたら絶対下げる。待って待って、いいよいいよ、行っていいよラムス、私がセンターバックの役割を今果たしている。簡単に参加する、追いかける、いけ、え、お決まりの定時上がり、お疲れ様でした、残業させてくれ、いっぱいのクリアですね、よしこれはマジでマジで強いよレアル、本当に。マン・オブ・ザ・マッチは誰の手に、レドンド。でも私も 7.0 です、皆さん見てください、私も 7.0 です。他の会場気になりますね。バイエル・ユナイテッド引き分け、チェルシーがレバークズに 3-0、 パリがインテルにアウェーで勝ち、マルセイ・ローマ引き分け、バルサがシティに 2-0、オリンピアゴス・イベントス引き分け、ナポリ・モナコ・ナポリ、なるほど。で1試合リーグ戦挟んですぐ CL かな。オッケーオッケー、これはもうもうチャンピオンズリーグに焦点が合ってる。オッケー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 、まず三冠夢じゃない現実だ。よし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 、そうでしょう、それは間違ってトップしないんだよね、間違ってトップしたとかない。お願い、井上の顔がアップで見たいの、井上の顔がアップで見たいの、なーよーし、もう前回の試合と同じことをすればいいだけです。ホームで、まあ、スタジアムは変わってないと思います多分。なんででしょうか、数字でね、数字で語りましょう、数字と背番号で語ります私はフットボールを。はい、ワンタッチスーパーパス、超えます、超えます、オッケー、ぶち込め、うぅ、奪ったのにCR7のボールを奪ってまで打ったのに
い展開ですね。うわ、アーリーのリー、オッケーオッケーオッケー、いけるぞ、戻してピーピー、これは取られます。はい、俺たちです。はい、取られます。なんだそれ、ナイス、クリスチアーノ・ロナウド、はい、来た、井上、はい、完璧、クリスチアーノ・ロナウド、いや、いいつなぎしてますけどね、攻められてないっす、全然。ほら、聞いてるでしょ、これ。そっち、そ、俺でよかったと思う。何キャラ、よし、オッケー、素早いアプローチです。長いボール、いいね、マルテルタ、なか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 大変だけど、井上ロブパス、これです。はい、来た、決める男、くぅー、これはクリアします。さあ、どこへ出すのか、うまい、おい、これも完全なるアシストだけど、ロナウドの能力のおかげ、完全なるアシストではありますが、ロナウドの能力のおかげ、完全なるアシストではありますが、ロナウドの能力のおかげ、まあいいです、数字で語る男、税理士の上、慌てちゃうぐらい攻められてないんで、どそういうことなの、あ、チャンス、そういうパス、嫌われてる、チャンスになります。オッケーオッケーオッケー、後半はおそらく20分ぐらいですから、もうガンガンいきます、もうアーリーを結構上げてきてるから、さあ見て回ります、大丈夫、オッケー、こぼれた、大丈夫、オッケー、サンティテンの方は右攻めしてきてますね、完全に。マルセロさん大丈夫ですか、あ、おお、ええ、え、ややドリフ、力のフリーキックです、ドリフですか、クロスを上げる、よし、これは私が回収します、無理でした、スライ、おやばいやばい、あー、オッケー、さあ64分、もう井上の体力はからっきしです。この状況で井上ができること、それは得点、レアルとしてはそう、いけいけ、取られんだよ、ベンゼマ、追加点が欲しい時間帯だと思いますけどね、そうですね、どういった攻めを見せるのか、うまいよ、ほら見ましたよ皆さん、これです、ここはクリアします、あー交代だ、え、まだやっていいの、やっとやっと、走る、俺走ってる、そう、来た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 、届かない、奪う、おお、疲れ様でした、よろしくお願いします、シャビアロンソさん。こっから3点ぶち込まれるってことはないでしょ、多分おそらく、何してんだ、え、やられる、オッケーオッケーオッケー、おお、プレーになるか、よし、すごい硬い、ブランも入ったし、レアルの守備がもうすごい、マーブザマッチ、期待してください皆さん、期待してください皆さん、期待してください、ほらな、ほらな、これだから、これなんですよ、他会場のバイエルン勝った、チェルシー勝った、インテ、パリ・サンジェルマン勝った、マルセイユ・ローマ PK か、あれマルセイユ、あ、アウェーゴールか、アウェーゴールでマルセイユが勝ったんか、組み合わせ抽選どうなる、ナポリ、チェルシー、バイエル、ユベントス、パリ、マルセイユ、レアル、バルサ、マジですごいね、これパリ、マルセイユもすごいし、ということで次回バルサとの2試合ですね、すごい戦いになってきた、ちょっとゴールランキングとか見ましょうか、CL、まあ、我々のチーム、まあ、CR7 が4ゴールで一番点取ってるっていう感じ、まあ、もうちょっと点取る、うん、アシストランキング井上トップオブザトップ、来た時代が、新たなる目標ができた、でリーグ戦の方はですね、まあ、1位です、1位なんですね、
こちらです。はい、もう勝ち点10ついてるんで、まあまあもうもうです。リーグ戦のゴールランキングはもう CR7 とベイルが化け物みたいになってる。アシストランキングは、あ、シャビアロン、すごいね、シャビアロン、すごいね。で、国王杯。こちらですね、マラガとレアルになっております。3冠目指しております。この顔に、ピンときたら、110番ではなくて、チャンネル登録と高評価ぜひよろしく、お願いいたします。ありがとうございました。さよなら。